皆さんこんにちは。今日も始まりましたママラフ。この番組はママが笑えば子供も笑うをコンセプトに、ママが笑える、ママが楽しめる、そしてママの気持ちが楽になる、そんな情報を私うちのテストでお届けしている30分番組です。はい、はい、前の収録の時かな、はい、もうお話をしましたが、はい、やっとやっとやっとけいちゃんが当選したよっていうやつで行ってきたよですね。行ってきました、ね、何に行ってきたかというと、はい、まあ、沢尻エリカさんの復帰作で、共演が伊藤英明さんというところで、お芝居でね、欲望という名の電車、はい、結構これ自体は、まあ、めちゃくちゃ有名なね、うん、まあ、物語というか舞台だったりとかするから、はい、まあね、うん、内容的にはご存知の方も、でもあんまりそんなに若い子が見るもんじゃないかなっていう気もするけど、はい、なんかパンフレットを読んだら、うん、ほんまにめちゃくちゃ有名な舞台なんですよね。でも今回、うん、その沢尻エリカさんが主演のやつは、うん、結構何ていうの、書き換えられてるっていうか。あ、そうなんだ。そうですそうです、みたいです。で、大阪弁っていうのも、うん、そうそう、その何、監督さんが、うん、言い出しはって、大阪弁で関西弁でやってもらいたいんだっていう、そうなんだ、はい、ところで書いてありました。あ、うん、あ、パンフレットちゃんとそういうの全部読みました、全部読みました、うん。まあね、しかもけいちゃんがこのね、くじ運のない、くじ運のない、みんな積運がないって言ってる人たちはまだいいのよ、うん、なんて当たってんだから、ね、けいちゃんはくじ運まで届いてないからね当たらんか、積運まで届いてないからね。そうそうそう、なんせくじ運がなくて積当たってないから一気さえできないそれがね、うん、なんとど真ん中の10列目です。もう真ん前、伊藤英明真っ正面、目頭帰りに私が、けいちゃん私英明と目あったって言ったら、私もありました、まあ隣同士ですからねっていういやあったね、あれはね、すごかったんですよ、ね、うん、すごかったんですよ、マジで、本当に本当にね、まあ、またね、まあ、どんだけすごかったかとか、うん、まあ、内容というかな、まあ、またちょっとメインまで、はい、取っとくとしても、まあちょっとだけ言わして、はい、沢尻エリカ可愛い、綺麗、ほんまにマジで綺麗、顔ちっちゃいまず顔ちっちゃいあったよねまあね、でもよかったよね、見れてね、リアルで見れて、ほんと、はい、ということでメインはもっと、はい、興奮しながら喋ると思いますのでお楽しみなさってください。シャナナ TV は動画を作るのが難しい方でも美しく情報発信ができる画期的なテレビ局です。番組 MC になるとワンランク上の存在として知名度が上がり、ビジネスや活動がとてもやりやすくなります。撮影スタジオには必要な機材がすべて用意されており、収録から編集、 YouTube や公式サイトへのアップロード、概要欄の文章ライティングまですべて専門のスタッフが行います。あなたは30分お話をして出来上がった動画をチェックするだけです。望みを形にするシャナナ TV で、あなたも番組 MC を始めてみませんか。もうね、はい、でもね、私一番最初に伊藤英明さんがバッて出てきた時、はい、ウッジョブだと思いましたウッジョブっていう映画がねあってねそう、伊藤英明さん主演は伊藤英明じゃないよね、あれ、うん、そう、長澤まさみさんか、違う、染谷、染谷翔太さんか、はい、が主演で、で伊藤英明が出て、ね、て先輩のね人で、まだ今の笑えるもんね、私もあれブルーレイまで持ってますから、ね、マジで売ってますよ。それ知らんかった、見ます、貸しますよ。見ない見ない全然いらない、アマプラで見れるからそうかそうか、そうそう、うん、ね、あれをね、格好がね、そう、彷彿とさせましたねもうちょっとなんていうの、なんていうの、ランニングみたいな、野郎的な、そうそう、野郎的なね、でものすごかったね、うん、筋肉で ねそうで、あの人が舞台歩く時だけドッタ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 みたいな感じだったよ。他の人たちそうでもない、なんかコツかった、うん、コツかったそりゃもうもう救助されたいわと思ったやっぱり海猿ね、海猿でね、海猿の先崎大輔だから、そりゃもう救助されるわっていうね、あ、まあ確かに、もうどこピュアって言った、奥さん役の人キャッて、そう、ね、シャッて、お姫様抱っこしてザーッて連れてたもんね、まあね、海猿ね、めっちゃ見てたのに、要救助者になりたいって言ってた、言ってた要救助されとった、要救助されとったもんいいってなった、すごかった、羨ましかった、羨ましかった、
まあ、でも私あの舞台結構面白かったのが、あのね、幕が上がるとかじゃなかったもんね。そう、なんか、うん、始まってんのっていう途中もね、なんかあのわさわさ、まだあの客席がわさわさしてる時にもう何人か人が出てきて、なんか普通になんか喋って、ね、そう喋って、あの、始まってんのどうなのみたいな、うん、で結局なんかブーも何もなくて、そういきなり伊藤英明が出てきて始まったなっていうさ、そうそうそう、で初め何が出てらして、前の喋ってはった時、うん、何言ってるかも分からへんねんな、ちっちゃい声で喋ってはって、ちょっとマイク聞き取りにくくなかった、うん、でもあれ多分知ってちゃいます。それでそこで本気のなんかセリフ回しとかが始まってたら、うん、え、始まってるやんってなって、なっちゃうから、急いじゃうから、だからなんか不思議なスタートでしたね。そう、本当不思議なスタート。私も今まで何回かね、の舞台見たけど、あんなん初めて、ね、え、始まってんの、え、どうなってんのみたいな。で伊藤英明さんがブワーって走ってわーってなって、キャーキャーってなって、出てきたみたいな。これが10列目ですね。ね、肉眼で見えるっていう。そうそう、ね、あ、まあ、あれも、ね、あったらもっとでかく見えたんかもしれないけど、まあ、全然いらんかったね。いらんかった。だって遠くはよく見えるもん。うん、近くは見えへんけど。ものすごいよく見えました。もうほんまどんな表情してるか全部見えた。そういう自慢されてもよく見えました。私残念ながらまだね、あの遠視用の、遠視用じゃうわ、あの近視用の眼鏡かけてね見てるもんですからね。でも、まあ、近さを感じたのが、うん、あのタバコの匂いがね、うん、あれね、体に害のない、うん、あのタバコなんだって、あの書いてあったちゃんと、うん、あ、そんなやつ、そんなこと心配するやつもいるわけか、うん、いや私全然そんなことじゃなく、あ、めっちゃいい匂いがするタバコのって、うん、あ、いい匂いした、うん、いやでもタバコな感じの匂いがほんまにしてきましたよね、うんうん、つけたらね、うん、本当にリアルにつけたらふわーって、そのしばらく後にふわーって、うん、だから私もしかしたら会場の上からなんか流れてきてるのかなってちょっと思ったりもしたんだけど、やっちゃうなって、リアル前から来るんだろうな、うん、なんかそれぐらい近か、ね、近かった、ね、10列目ですよ。もう当たるだけじゃなくて、そうで、ね、ど真ん中だから、マジのど真ん中でしたよね。マジのど真ん中だった。ちょっとあの横の人はごめんなって思ったこんなど真ん中もますませんもますませんやった、ほんまにもうあんねんね、ね、だからほんまにいい席、まあ、いい席まではちょっとね、あのどれだけ本気でやるかがかかってきますけど当たるんは当たると思う。そのくじ運けいちゃんのあの、うん、あの YouTube 動画さえ見ていれば、はい、当たってたのにねほんまに。いやでも、まあ、マジで思うのが、まあね、私はそれこそそれをね、うん、あの一生懸命その去年ね、うん、ずっと守りきって、はい、守りきることでね、ピアーリナ MM 最善をゲットしたわけじゃないですか。最善列ですよいえ、ね、そうするとですね、自分が守ってるもんだから、はい、守ってない人を見るとあの人たち残念って思っちゃうけどあのあれね、あの競争率減らしてくれてありがとうぐらいね、うん、別にディッシュのファンじゃないと思うけどありがとう、あなたたち当たらないわってちょっとくふって微笑む、そうほくそ笑む私が、ね、あのただ当たり前のことをやってるだけなんですよ。そういやマジそうなんだけどね。いやでも本当にあの本当にちっちゃい日常の些細な、はい、まあ、外に出ればね、うん、日常の些細なことだけれども、はい、それでそれこそなんかウフとか、うん、やったねとか、そう嬉しくなるもん、ね、そうやりきったっていうさ、それであのまだエネルギーが上がっていくから、そりゃ、うん、ええことが、そのくじが当たる、くじ席が当たる以外にもいいことが起きてくる、うん、そうそう、まあ、私とかはもう席が当たるのはまあ当たり前なんでいやもうさすがっすね、さすがっす、外れた。いや私もでもあ、ね、ちょっとあれやけど、うん、あとディッシュって外れることないと思ってたら、うん、結構外れてる人もいるのよね。それそうちゃいますもんよう言いますね。あ、失礼しましたあかんか、そんなこと言ってない、ね、カットででけへんシステムやけどね、でけへんシステムやけどいやちょっとね、うん、でもそう思ったらだいぶ私苦渋もよろしいわね、いいと思う。でも私はもうずっと守ってん、その伊藤英明さんのやつが当選して、うんうんうん、前から10列目のど真ん中で見れたけど、うん、ここで、うん、緩めてはいけない。もちろんです、ここで緩めてはいけないです、うん、来年以降本番がやって、本番よだね、もっともっとあのすごい競争率を勝ち抜いていかないといけないんですよ。そうよそうよそうよ、あのまたきっとね、推し活会がある時にもまたお話できますけど、うんうん、BTS がそうよ、みんな帰ってきますから来年。なんせ世界のアイドルだからこれでもしマジで私が当たったらほんまやと思えへん。まあまあね、すごくない、ね、
力技じゃなく当たればね、うん、あの早いもん勝ちやったらいいねんけど、ね、いや、うん、マジでそこはねマジだと思うでしょ、うん、ただあのうちの長女あの、うん、もうほんまにやばい長女が、うん、取ったるからって言ってくれてるんでそれはそっちに頼む任しとけとそれを頼もう、うんうん、私に任しておけって言ってくれてるんで、うんうん、大丈夫かなって思ってそっちの方がいいねそっちを進んでしまう私 あんまりガー出してくんだっていうそ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 う、もうほんま任しきった方がいい、ね、任しきった方がいい、うん、ゃ一回任しきろ最初は邪魔したから邪魔な方がいい邪魔せんわけだって本人がやっぱそう言ってるわけだしそうやなそうもうね置けるそうもう絶対そうだと思うまあだからね、うん、そうやって、うん今回のやつも、はい、まあね前から10列目、うん、なんなら SS 席の SS 席の中ですよ、ね、エリアだったっていうことだから、うん、本当にで結構ねもう本当にみっちりだったしね、まあ、あれ立ち見出てたんですよ あの日本当立ち見席だって当日券ね当日券めちゃめちゃ並んでたもんねあの寒い日にね、うん、雨もそうですかけるね寒い日に当日券の人立ち見席が出てたぐらいの大人気、うんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そうでもね、沢尻エリカのね、はい、また戻しますけど、はい、まあ綺麗、めちゃ綺麗。なんかね、マジで綺麗。出てきはる時にね、帽子をこう、女優帽みたいな。こんなね、こんなんかぶってた。ちょっとだからちょっとなんかね、そう、まあまあまあこの辺しか見えないみたいな。そう。ほんで、その帽子のつばがまあ大きかったからっていうのもあるけど。割合おかしいやんっていう。あ、なるほどね。そういうことね。もうそのつばのでかさとここに出てる顔のもう割合がおかしいやんっていう。いやめっちゃなるほどね。え、なんか普通やったらここまであるやんっていう。なんか確かに確かに。え、ここで終わんのみたいな。え、ちっちゃみたいな。わかります。いやちっちゃい。帽子に全部顔入ってまうじゃんいうぐらいの。いや入るんじゃん入るともあのねここの部分にってことでしょ入るじゃない全部入るんじゃんっていうぐらいの小ささで、うんうん、もう顔小さ小さ顔小さしかこういうもんでゆかさんもううるさいね言うぐらい何回も言うそう私は綺麗だなっていうね今日も綺麗やなでもね、うん、白いスーツだって、うん、もう本当に体ぴったりのやつで、ね、細いし、ね、細いし顔小さいちっちゃいしさもう許すなんだよ何やってももう何やってもいいって思う、ね、お芝居終わって、うん、最後のシーンがやばいねやばもう最後はもうそれはね沢尻エリカさんで終わるでしょそれっていうシーンなんだけどもう一人ねパカーンってねあの舞台がパカーンと開いて、うん、パーンピンスパー当たってるエリカ様がパッて最初後ろ姿でね白いねうんワンピースですごいねでもうすごいのそれで終わるんですよごめんねすごいのしか言ってないけ すけど分かってもうねどうすごいってねなんていうのもうだから神々しい、うんね、でも神々しいって言ったんやんけど、うん、あの以前にお話ししたあの神々しいといえばね西宮神社の福娘さんっていうとはちゃうねあのなんかねド迫力よな、うん迫力まあ、確かにド迫力よな確かにド迫力よそれだっても座長やもん、うん、あの人たちはみんなひっくるめて もうまとめてる人だもん、うん、もうねあの会場全員食われたなっていういもうすごかったド迫力な神々しいというかもうすごかったよね、うん、すごかったねすごいんだけどしか言えんかったよねそうマジ綺麗だったしもうなんかほんまにもう持ってったって感じで、うんであの最後ね後ろ姿からパッて振り返った時ヒヤーっていうねいやすごかった、うん、いやほんまほんでねそう 終わりでもちろんカーテンコールで出てきてくれて、うんうんうんまあ、全員出て、はいまあ、であの何人かずつバーって出てきて、はい、最後ねあの、うん、2人で出てきてね、うん、あの井戸秀明さんと2人でサージエリクさん出てきてで最後はあのねあの誰サージエリクさんだけ1人になって、うん、でやっぱ嬉しそうだったよねまっすごい嬉しそうな、うん、やっぱ好きなんだろうねそういうやっぱ演劇というか、うん、でもねあのパンフレットを読ませてもらいましたけど、うん、舞台が初めてなんだそうそう初舞台いや すごいなってほんで共演者の、ね、方々がサージさんのことを書いてはったんですけど、うんうんうんいやもうすごすぎるみたいな、初めてでこの感じってやばいって、うん、で読み合わせの時にもうセリフが全部入ってたそうです、うん、
こんだけ本、うん、こんだけの思いと本気でぶつかってきゃんねんなって、だから自分らも行かなあかんっていうのをすごい思ったっておっしゃってました。いやもうそれはやっぱ復帰ね、ああいう事件があってからの復帰作なわけだから、うんまあ、それは思い出はもうめちゃめちゃあっただろうし、やっぱここで失敗はできんっていう気持ちもあっただろうし、うん、もうでもそれをなんかこう さりげなくって言ったらおかしいけど、うんまあ、まあそんなにさ力んでるわけでもなく、うんうん、スッとあの役にしっかりなんか入り込んでるっていうか、あ沢尻エリカその役だよねっていう、うんねね、役にぴったりだったよね。ぴったり、うん、もうなんか脚本自体はものすごいやっぱ そんなハッピーなストーリーではないんですよね、うんうん、結構重いですけど、そう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 重いものを重いまま出さなかったってっていうところで、まあ、大阪弁関西弁でされたのもその都会じゃなくて、うんうんあのね、都会の、ね、ちょっともうええー、とこの沢尻エリカさんがこう、うんまあ、没落していくみたいなところなんですけど、そのなんていうの地域差を出すために、うん、あの言ってたよね。だから私がなんで関西弁にしたんやろうかって途中で言ったら、うん、ケイちゃんがそれを言ってたね。田舎っぽい感じを出すんじゃない、うん そんな大阪田舎って思ってんのかいとかちょっと思ったけど、うんまあでもね、じゃあそういうことでちゃんと監督さんはそういう思いがあって大阪弁にしたんだ。なんで大阪弁にしたんかなってめちゃくちゃ思ったもんだよ私ね、うん、いやなんか絶対そうやろうなと思って、うん、だからそういう風に書いてありましたけど、うん、だからすごいいろんなことをもう舞台ってやっぱすごいなって思いました、うん、ね、なんかいろんな、なんかその本当になんていうの、まあ、映画とかだったら、まあ、何回見ようと思ったら何回でも見れるやん、うん、でもさすがに舞台は、はいまあ、何回もあ、まあ、私もね匠君の舞台2回見2回見に行きましたけど、でもやっぱり一期一会というかさ、いやほんまそうでしょうね。だってチケットも取れへんやろしね、うん、そうそうそう、うん、しそのなんていうのその時にもし、まあ、まあ仮にミスがあったとしても、うんうん、なんかそれってその時しかないことだから、うんうん、すげえなんかミスも嬉しい見れた方はね、そうそうそう、うん、感じで、まあ、おそらくミスはなかったんだろうなと思うけど、うん、あれは本当迫力をやっぱ生で感じるっていうの、うんはやっぱすごいね。いや思いましたね。なんかそのでサジレリカさんが出て最後ね出てきて、うん、読んでみんなでバーってバイバイって、うん、めちゃめちゃ嬉しそうな顔ですごい笑ってはったけど、その女性のファンの方が、うん、エリカ様そうエリカ様ってもう私もちょっと叫びたかったよね、うんうん、私してヤキって叫びましたいやであれって、うん、やっぱそのそんだけ憧れられる人じゃないですか、うん、もう何かちょっとね事件的なことがあったとて、うん、でもなんか何か起こしてしまっても、もうなんぼでもやっぱりこう再起できるっていうか、なんか本気やったらね、なんかそういうのも教えてもらったなって思いました、うん、やっぱでも周りがほっとかないんだろうね、うん、やっぱそんだけで才能を持ってて、まあね、ああいう事件で潰してしまわないで、やっぱしっかりもっと、ね、ちゃんと本人がちゃんとするつもりがあるんだったら、ちゃんとそういう舞台は準備しますよっていう人がおそらく周りにいたから、うんね、あれもああいう主役、しかも初舞台初で主役やから、それでねそんだけパンフレットね、まあ、ちょっと読んで、あのすごいね、初めはもう大変やったんやって、だからサーチエリカさんの主演でってなるときに、うんうんうん、やっぱそのいろんな協賛だったりなんかあったんじゃないですか。もうそれをもうずっとマネージャーさんだからなんか男性の方がもうすっごいやったって、うんうん、それでこの舞台が完成した、もうめっちゃ感動って書いてあったけど、そりゃそうやろうなと思って、ね、一人じゃ絶対作れないですもんね、うんそらんだけ嬉しそうになるよね。もうだからあの名残惜しそうだったもんね、まあ、真ん中に立ってる時ももちろんこうやって言ってたけど、あの袖にねはけていく時もずっとこうやってね、うん、もうまた声が飛んできたらそっちにみたいな感じでずっと本当にニコニコ、あんだけニコニコするのあんまり見たことないよねっていうぐらいマジでニコニコしてたもんね。よっぽどやっぱ嬉しかったんだろう ね、 嬉しいね。最後だってスタンディングオベーションになったしね、うん、みんな立ってた、うん、なったからやっぱり、うん、あれあの姿をあそこの舞台から見るってすごいんだろうね。ちょっとほら舞台に立つ私たちじゃないうんうん、うん、言うてもたねからしたらさ、ちょっと そこに立たせてもらっていいですかって言いたいよね、うん、そうそうほんま思いましたね、あれはほんなんでもなんか私は久しぶり、何年ぶりかな舞台、何年ぶりに見に行ったんかな、うん、たくみくん以来ちゃう。あそうやいっちゃん後ろの席か今たくみくんでしょ。そう、たくみくんはね一番後ろの席、うん、ほとんど一番後ろだったんですけど私ゴーくんはですね最前列で見てるすごいな。ゴーくん2回見て、ゴーくん最前列と5列目です。
あのちょっと今回10列目でちょっと良かったなって思いましたね、うん、もしあれ1列目やったら怖いわかも近すぎてもう怖い見られへん命が危ない、出た出た命が危ない近すぎていやマジねあのゴー君1列目の時には、うん、あの手に絆創膏貼ってるのが見えたし、うん、あと唾飛んでるの見えたいや そうでしょうねあとなんとかなるみさんの肌ツルツルっていうのも分かったいや俺はもうちょっと1列目はもう良かった10列目でいやそんなこと言ってたら1列目当たんないよほんまやなあかんな、うん、いやもうだってさあそこあの会場によっちゃ1列目でもだいぶ離れてるからねあめっちゃ大きいところだねだ BTS なんか絶対離れてる、うん、ほんまやな1列目でほんまやほんまあ言っちゃったあもうなしですカットでカットで今日カットを見る。分かった見る。いやでもね本当にまあ舞台まあやっぱライブ私はまあねライブもだけど、うん、舞台とかライブとかやっぱそのなんていうのそのデジタルではない音、うん、っていうのがやっぱりその心を揺さぶるというかさ。いやほんまほんま。やっぱりそのなんか臨場感とかがやっぱすごいよね、うんはい、あれはやっぱりなんかまあ私はその子供たちにはさまだ普通のライブとかしか見せてないけど、うん、まあそれでもやっぱちっちゃい時小学校とかの時からまあまあねブシクのライブとかも連れてって、うんまあ、うちの娘とか横で抱いてたもんね感動してへえまあ感性が豊かですからね、まあ、確かにね娘はね、特にね、うんうん、だから泣いたりとかするからいやびっくりするのよ何泣いてんのみたいなでもあの振動にやっぱ震えるんやと思う、うんうん、そうらしいね音音楽もやけどそうそう人の声もねそうそうだから周波数の高い低いがそのままねあのデジタルではない部分が入ってるっていうから、うんまあ、そんなんでもなおさらそのね気持ちが高ぶるんだと思うんだけどそうと思う、うん、あれでしかも今回やっぱ私沢尻エリカさん大好きだからさ、うんね、あんまり言うてないけどあんまり言うてないけど、うん、あの映画とか確実に見てるから、うん、全部めっちゃ言ってたもんねえ行くわっていや知ってたもんだからあ足知らんかったからねあそうなんや、うん、ほんで申し込んでみたんですっつって当たったら行きますって行くわ行くわそうだね、そう好きだあの好きなんですよ、うん、実はね、うん、なのであのめちゃくちゃ嬉しかったし、うんまあ、やっぱり綺麗もうだからあの最終的にもう何でも許す、ね、最後2人そればっかり言ってくれる、うんね、何やってもいいそうあの秀明と目が合ったともう何でも、もうね、何でも許すわ、うん、もう許されるわあれそうあの綺麗さはもう罪あ綺麗さが罪だからもう他の罪何でも許すいやもうほんますごかったよもうぜひねリアルで見てほしい見てほしい、うん、私らと同じ気持ちになると思う、うん、もうすごいしかあのマジすごかったんですよしか言われへんと思うそうあそうであのね、まあ、最後に全然話しかけない、うん、かけないわけじゃないか、うん、あのねあの佐治レキさんと途中でうまくいきかけた人どっかで見たことあるどっかで見たことある、うんうんうん、あれSP あまあね岡田准一さん主演の SP の、 悪い役で出てた人があってどっかで見たってずっと思っててあのケイちゃんと別れてすぐググりました ね、うん、よく出てらっしゃるね出てる人ねあのね青木さやかさんもね青木さやかさんもいいまあまあまあちょっとねメインの役、うん、ちょっとねかなり、うん、こんな感じでそうそうあの肝っ玉母さん的な A 役でねほんと A 役やつ、ねはい、ということでぜひ皆様、はい、舞台また見に行かれてはいかがでしょうか、うんはい、エンディングではケイちゃんにからのお話をしていただきます。シャナナ TV は動画を作るのが難しい方でも美しく情報発信ができる画期的なテレビ局です。番組 MC になるとワンランク上の存在として知名度が上がり、ビジネスや活動がとてもやりやすくなります。撮影スタジオには必要な機材がすべて用意されており、収録から編集、 YouTube や公式サイトへのアップロード、概要欄の文章ライティングまですべて専門のスタッフが行います。あなたは30分お話をして出来上がった動画をチェックするだけです。望みを形にするシャナナ TV であなたも番組 MC を始めてみませんか。大倉慶の望みを叶えるカムセージ、どん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 、もう何でも許す、うん、エリカ様的に、エリカ様的にありがとうございます、はい、あのお芝居のね、うんうん、パンフレット、うんうん、覚えてます、何色やったか、茶色、もうこれやから、これやから、あの欲望という名の電車、うんうん、この色しかないやんっていう色やって、真っ赤です。あ、真っ赤だった？真っ赤です。嘘、絶対覚えてない。真っ赤です。真っ赤だったっけ？真っ赤です。そうだ。蝶が乗ってんのを覚えてる。うん、真っ赤です。で、まあ、欲望、
よくですね。であのすごい、まあ、結構あの命生きるかね死ぬかぐらいのこうよくですよね、うん、とかあの、まあ、性欲とかほんまにこう欲っていうところがもう人の欲のなんかね、そうそう、まあ、まあ、沢尻エリカさんの欲もそうだし、うん、あとねあの伊藤英明の欲もそうだしっていう感じだよね、うん、もうみんなそれぞれの欲がぐわっつってなんか渦巻いてるっていう、うん、あのまあテーマですよね。でその欲によって没落していくとかね、うん、いうところもあるんですけど、うん、赤なんですよ、うん、もしあれが赤じゃなかったらほらもうねどういうことなんだよっていう感じ、うん、もし茶色やったらもうすごく堅実に生きていくって感じですかね。沢尻エリカさん没落しないです堅実に生きていってますかみたいな感じになりますからね、うん、もうやっぱ真っ赤やそらそうやなっていうところですね、うん、なのであの生きるって、うん、あの赤の話でいくとね赤って生きるなんですよ、うん、で欲を持つってなんかあかんとか言われたりするじゃないですか、うん、まあまあ確かにね、うん、でも欲がなかったら生きるっていうことが成り立たないじゃないですか、うんうんうん、食べたいって欲があるから食べて、うん、あの生命を維持するでしょ、ね、できるわけですね、もう寝たいってなるから寝てまた体を復活させるじゃないですか、うん、なので生きる意欲がもし、うん、なんかなくなってんなみたいな、うんうん、なんかそういう状況にもしなってるとしたらあのね赤に立ち返ってもらいたいんですよね、うん、だから欲に忠実になっていいってことです、うん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 、欲がなくなってる状態って逆にちょっと危ない、うん、なるね、うん、まあ、まあ生きるそれこそ生きる屍だよねそうそうそうなのでご飯食べたいなってなったら食べたらいいし、うん、寝たらいいし、うん、その欲を大事にするっていうところをなんかセーブしてしまったら、うん、生きるっていう力さえ失っていくんだろうなっていうところをなんか思いますので、うん、なんかこうエネルギーがなっていう時は自分の欲を思い出してもらいたいなっていうのも思いますね、うんうん、そうね、よくまあこうそれこそこういうさお仕事してるとさもう自分がどうなりたいかとかそういう欲、うんうん、そういう欲がないともうダメじゃないですかみたいな人もいるけど、うん、まあとりあえずそうやって人間生きていくための欲、そうそうそう、その中の欲をちゃんと満たすことっていうのも元気な、ね、うん、になるためには必要かもしれない、はいはい、ぜひ参考になさってください。はい、ママラフのフェイスブックページにも遊びに来てください。カタカナでママラフで検索です。ケイちゃんの情報、私の情報もあります。これまでに出ていただいた方のアーカイブもございますのでぜひご覧ください、インスタグラムはハッシュタグママラフでご覧ください。富士のゆかのアカウントでやってます。ではまた来週お目にかかりましょう。さよなら。